五反田大英劇場はかつて存在した日本の映画館である。第二次世界大戦後の1955年12月27日、東京都品川区五反田に大英の直営館として開館した。1968年には同社の一連の資産売却のためわずか13年で閉館した。同社は大戦中にも大崎大英劇場を 同区大崎本町に直営していたが、この源流にあたる1928年前後に、開館した五反田館についても、本校で詳述する。正確な時期は不明であるが、日活の作品を上映する、大崎館、松竹キネマ、帝国キネマ園芸の作品を上映する、大崎キネマ、東亜キネマ及び牧野プロダクションの作品を上映する。 綺麗館の3館が存在した東京府笛原郡、大崎町に新たに小典田館が加わったのは、1929年に発行された日本映画事業相談昭和3.4年版からで、ある。1928年前後の開館、同書によれば、当時の経営は磯崎工業部、支配人、観客定員数の記述はなく、工業系統は、東亜根まであった。 1930年には、同館の経営は、加藤作事の個人経営、観客定員数は423名、工業系統は、東亜キネマに加えて、河合映画制作者の作品を上映した。当時の住居表示による、所在地は、東京府江原郡大崎町谷山43番地であった。1932年6月21日、同館で葬儀が起こっている。 同年7月11日には解決しているが、当時の警視総監である藤沼翔平による報告書によれば、当時の同館の経営者は篠崎県吉であった。同年10月1日、江原軍全域が東京市に編入されたため、同館が所在した大崎町は品川区の一部となった。篠崎は、その後、同館を手放しており、1933年6月に、 河合映画制作者を大都映画に改組した、河合徳三郎の手に経営が移っている。同館は、1934年前後の時期に、五反田大都館と改称している。1942年には、第二次世界大戦による、戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が、同年2月1日に設立された、社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が、 紅系、白系の2系統に組み入れられるが、同年発行の映画年間昭和17年版には、同館の工業系統については記載されていない。同書によれば、同館の経営は、河井徳三郎であり、支配人は、斉藤長蔵、観客定員数は347名、所在地の当時、同年1月27日には、大都映画が、新興キネマ、 日活の撮影所部門と合併して、第2本映画制作株式会社を設立しており、同年には、大崎大英劇場と会称、経営も、大英の直営館に変わった。大戦末期の1945年5月24日、五反田地区を襲った空襲により道館は全焼、閉館を余儀なくされた。約17年にわたる道館の歴史は、ここで一旦幕を閉じる。 五反田大映画劇場会場記念の表紙。1956年1月29日に公開された宇宙人東京にゲンワルのポスター。空襲の爪痕深い五反田地区では、戦前から後藤慶太が経営していた東方五反田映画劇場を五反田東横映画劇場として、同じく畑栄吉が経営していた五反田劇場の2巻が、いち早く復興していた。 1950年6月には東京セントラル劇場、1952年10月には五反田名画座、1954年8月には五反田オリンピア映画劇場がそれぞれ開館し、同地区の映画館はすでに五館に増えていた。大英では、1954年7月に直営館を経営するための工業主会社として、大英工業株式会社を設立。 翌1955年12月27日、東京都品川区五反田一丁目254番地に新築、開業したのが五反田大映劇場であった。同館は鉄筋コンクリート造り3階建て、観客定員数817名の映画館であり、当時の同地区の映画館のうちでも最大規模の映画館であった。五反田駅から東へ伸びる八重山通りに面しており、 コタンダ劇場、コタンダ名画座の次に駅に近い実地であった。翌28日公開の10代の犯行及び断コ街外で幕を開けた。同館が開館記念で発行したパンフレットの裏表紙には、翌1956年1月29日に公開された宇宙人東京にゲーワルの広告がフルカラーで掲載されていた。同地域の映画館は、 合計六巻の時代を迎えた。同地域の映画館産業のピークはこの後急速に過ぎ去り、1961年には後発組の五反田オリンピア映画劇場が早々と閉館している。1968年、大英の経営不振のため、一連の資産売却により、横浜大英劇場他と共に売却され、開館以来わずか13年で閉館した。跡地には、 1975年7月、五反田中央ビルが竣行し、現在に至る。ありがとうございます。